皆さんこんにちは、ナオトです。突然のお知らせになってしまうんですが、今回の動画でしばらく YouTube はお休みしたいと思います。漫画制作に専念するためです。今まで見てくれていた方、パトレオンで応援してくれていた方、本当にありがとうございました。実は漫画家としての YouTube チャンネルをもう作っていますので、もし興味がありましたら下のリンク先から見てみてください。最後の動画は僕が今まで読んできた漫画のいろいろなランキングを発表したいと思います。まず最初は僕の好きな漫画トップ3です。好きな漫画は日によって変わるので今日のトップ3です。第3位は松本太陽さんのナンバー5です。これはヒーローものなんですが、ヒーローたちがマスコットのように扱われていたり、政治が絡んできたりして、だいぶリアリティがあるストーリーになっています。Amazon プライムでやってるザ・ボーイズと似ているところもあると思います。松本太陽さんが好きな方はぜひナンバーファイブも読んでみてください。第2位は、五十嵐大輔さんの怪獣の子供です。これはボーイミーツガール的な感じで始まって、生命や海の神秘に迫っていくような話です。夏に読むのにぴったりの漫画なので、ぜひ興味がある方は読んでみてください。そして第1位は松本二郎さんのフリージアです。現代の日本みたいなところが舞台で、主人公が敵討ち代理人となってどんどん人を殺していくひどい漫画です。性描写もひどいので、なかなか人におすすめしづらい漫画です。アクションやサイコパスメガネ男子に興味がある方はぜひ読んでみてください。次は僕が今まで読んできた漫画の中のトラウマシーントップ3を発表したいと思います。第3位はドラゴンヘッドのノブオのメイクした時のシーンです。あのリアリティであのビジュアルは、読んでいた当時僕は中学生くらいだったんですけど、だいぶショッキングでした。第2位はガンツの人間屠殺宙吊りシーンです。最近似たようなシーンをダーウィン事変でも見たので思い出しました。ガンツのそのシーンはダーウィン事変全体のテーマと少し被っていると思います。トラウマシーン第1位は同じくガンツの新宿大虐殺シーンです。あるキャラがひたすら新宿にいる人を銃で撃ちまくっていくシーンです。これ以上見ていられないと思って本を閉じたのはこの時が初めてです。決して万人にはおすすめできませんが、ストーリーや絵などすごいので、興味がある方は読んでみてください。続いて泣いたシーントップ3を紹介したいと思います。第3位は天使なんかじゃないのサブキャラのスピンオフみたいな話です。おばあちゃんが死んじゃう話で、それ以外覚えてないです。泣いたことだけ覚えてます。第2位は定番だと思いますが、ワンピースのチョッパーの過去の話です。一人で読みながら号泣していたと思います。そして第1位は悪の花の主人公春日が佐伯さんに告白されるシーンです。あなたが私を輝かせてくれたみたいな感じのセリフで、めっちゃ泣いた記憶があります。泣くか泣かないかは僕にとってはさほど重要じゃないんですが、せっかくなので紹介しました。では今まで見てくれた皆さん、パトレオンで支援してくれた皆さん、本当にありがとうございました。これからは自分が満足できる漫画が描けるように頑張っていきたいと思います。もし僕の今後の活動に興味がある方は、下のリンク先のチャンネル登録をよろしくお願いします。ラストオブアス2は新しく作った下のゲームチャンネルで続けるかもしれません。続けないかもしれません。では皆さんも日本語学習頑張ってください。じゃあねー。